なんだ、この前オアシス見たやつらが乗り込んできたってのはてめえらだったんだな。あなたはなぜこんなひどいことをするのですか。奪ったものを持ち主に返すべきです。ち、あうっせえ、キャンキャン吠えんなブス。まさかそんなクソみてえなこと言うためにここまで乗り込んできたってのか。イラつくぜ、そういう偽善ぶった態度はよ。喉が渇いてヒリヒリしやがる。飲んでも飲んでも満たされやしねえ。生きるためにオアシスまで命がけで水を汲みに来た人を襲うだなんて、極悪人のやることでしょ。説教垂れてるつもりか。極悪人の何が悪い。ルールを守って真っ当に生きろ。おとなしくつつましく真っ当に。そんなんじゃな生きていけねえんだよ。全部奪われちまうんだ砂漠では。な、砂漠だけじゃねえぞ。所詮世の中には2種類の人間しかいねえ。奪うやつか奪われるやつかだ。俺のクソ親はな、典型的な奪われるやつだった。それでもクソ真面目に歯食いしばって生きてきて、食ってくことさえままならなくなった時、てめえらのガキを置き去りにしていったんだよ。去りにした。奪われ続けてどうにもならなくなったんだろ。実の子供が邪魔になったんで捨てたのさ。くだらねえだろ。だから俺は決めたのさ、生きるために奪う側に立ってやるってな。本当にあんたのご両親はあんたが邪魔で置き去りにしたのか。あんたにだけは幸せになってほしい。その一年で涙を飲んであえて置いていったんじゃないのか。ち、知ったようなこと言ってんじゃねえ。てめえ、俺のクソ親に会ったことでもあんのかよ。ないさ。でもあんたのご両親がもし生きているのならいつだって会いに行けるじゃないか。直接会いに行ってあんたを置いていった時の事情を聞くことだってできるじゃないか。恨みをぶつけることだって喧嘩することだって許してあげることだってできるでしょ。それをやろうともしないでただここで腐ってるだけなんて、そっちの方こそはるかにくだらない。あ、くそ、今日はいつもより渇きがひでえぜ。クソが、てめえ、この偽善まみれの優等生が。奪ってやる、奪い尽くしてやる。先生、用心棒のナジット先生、出てきてくれよ。ジャッカル、俺を呼んだということは話はもう終わったのか。先生、俺さ、今この偽善者どもの全てを奪い去ってやりてえ気分なんだ。お前の戦う理由にも趣味にも主張にも興味はない。俺の手を借りたいのなら相応の金を支払うのだな。当然だろ、報酬は弾むぜ。ならば問題はない、契約は成立した。報酬分は働かせてもらう。
そろそろ潮時だな。俺は引かせてもらう。何だと？先生、どういうことだ？金の切れ目が縁の切れ目とでも言っておこう。ち、あんたも俺を置き去りにするんだな！
奪われ終わりか。クソが。盗品だよ。奪われた人たちに返さなきゃね。みんな来てくれ。面白いものを見つけた。盗賊団の裏で手を引いていたのはマヌマット・ボリトリー商会ということだな。己の利益のためなら民の苦しみなど彼らにはどうでもいいのですね。なんてひどい。あの商会は完全な黒だってことだね。私許せない。あいつらとっちめてやる。こんな卑怯な奴らに水を握らせてたら民が苦しむだけじゃない。商会に乗り込んで話をつけに行こうよ。
Yeah.